ははいそれではですね今回の動画では Excel の IF エラー関数こちらのね使い方のご紹介をしたいというふうに思います。でこの IF エラー関数なんですけども言葉で説明すると値を計算した結果 エラーにならなければその計算結果を表示をしてエラーになった場合はエラーの場合の値というのを表示するという関数になりますで、まあ、例えばこの表で説明しますと、まあ、今テキスト名税抜き価格で税込みがあって購入数というのがありますとでこの一番右側に合計金額を出したいわけですね税込み価格が今これだと2160円で2冊購入したのでその合計金額というのを出したいといった場合に まあただ、合計金額を出したいだけであれば、まあ、イコールを入れて、税込み価格かける購入数と、はい、これで税込みの、えー、合計金額は出ますと、ただ、ですねこの,前このままですねコピーをすると、この下に空白産業がありますので、この空白の産業がエラーになってしまうんですね。なので、こういった時に、IF エラー関数を使うと、この今、下のこのエラーを回避することができますので、まあ、早速ね、ねこの表を使ってやってみたいというふうに思います。 ではね、まずこれは消してしまって、まあ、一番上のセルですね、ここはクリックされた状態で、え関数の挿入ボタンを押します。はい。で、i、え、f、ー、エラー関数なんですけれども、関数の分類で言うと、えー、論理にありますので、えーでまあ、論理を選ぶと、もうここに出てきてると思います。i f エラーというのが出てますので、このままこれを選択して OK と。はい、で、えー、値に関しては、えー、まずここは税込み価格かける 購入数とはいでエラーの場合の値というところをクリックして、ここはじゃあ今回空白にしたいと言った場合は、ダブルコーテンションマークを2つ入れてください。はい、これでオッケーです。はいで、まあ今ここ4320円というふうに結果が出たので、あとは下にコピーをします。はい。 そうするとね先ほどこの下の3行エラーが出たんですけど今回は空白になってますといった形でまあちょっとこの一手間を加えるだけでねえこのエラーになってしまったところを空白にすることができますので是非ねあのこの動画見ていただいてこういったエラーを回避したいという時は IF エラー関数こちらをね使っていただけるといいんじゃないかなというふうに思いますそれではね今回の動画は以上となりますありがとうございました